どうも、お疲れ様です。サラです。届きました。サムネ見てもらったから分かると思うんですけど、 C 社です。なんか家 C 社っていうのが YouTube で出てきてて、なんかやってみたいなと思って買いました。2万円です。どないやねんって感じなんですけど、ゴリゴリの YouTube していこうと思うんで、その投資は惜しんであかんと思って買いました。まずこれ隅ですね。隅で、これ何や、これ何や、葉っぱ、葉っぱって、葉っぱフレーバー入れる器で、からこれが本体で、僕ちっちゃめのやつ買ったんですよね。なんか初心者セットとかって揃ってたんで、ちっちゃめのやつ買ってみました。で、このオデュマンっていうのがなんかめちゃくちゃクールなブランドやったんで、オデュマン買いました。オデュマンセットとはで、フレーバーもなんか向こうのあの C 社専門店の人がおすすめしてくれてるやつ、オレンジ、オレンジ味。これがなんだこれは、あの上の、え、どういうことや、上、あ、炭入れですね。炭入れ、これで炭を入れるとこんな感じです。これに炭入れて、多分これで火加減調整みたいな。これ何、これ、あ、これピンセットや、ピンセット。まあいいや。では C 社組んでいきたいと思います。まず、まずとか言いながら全然分かってないんだけど、ほら、めちゃくちゃかっこいい。オデュマ、最近着てる C 社ブランドみたいですね。なんかおしゃれやったんで、これなんかスタイリッシュでかっこよないですか。多分これほんまに一人用、 C 社って一人で住むのか、多分こじんまり用で、これパイプっすね。パイプっていうかホース、これなんや、これなんかわからん、ちょっと置いとこう。で、これは吸い口か、吸い口、あれ、説明書ないかも、全然わからんぞ、うん、なんだこれ。とりあえず全部そう。何のこっちゃわからへんっていう。これはほら、器上にこうこすっと置くやつ、これは炭やね。ちょっと一旦調べます。全然わからへんので、あ、わかったぞ、こうやな。ペットボトル洗えへんので、これで飲み切ってこれで作ります。なんやねん、この段取りの悪さって感じなんですけど、これで作ります。まあ飲みながらでちょうどいいかなと思ったので、まあ一応お疲れ様でした。よし、水、瓶に水入れます。待って、早い早い、ちょっと待って待って待って、いろいろと追いついてない。なんかあれやな、このオデュマンはかっこいいのに、このパイプはあれやな、そんなかっこよくないな。ガスホースみたいな、これをここに押し込むと、よし、これでこれをこうか、パッキーみたいなことやもんな、あ、こういうことか。うん、なんかそれっぽいっすね。それっぽい、オレンジをフレーバーをここに詰めると。いや、家で C 社できるようになったら、ちょっとみんな遊びに来てくださいよ、福島まで。あんま、なんか海苔の佃煮みたいな、飯といけそうな、そんな感じですね。多分こんな感じでいいと思います。こんな感じ、多分こんな感じで。あと炭焼くのに網いるなと思って、これ現場であの網拾ってきました。後でこれで炭焼きます。違うか、もう炭 焼いたらいいんか。次、炭焼き工程ですね。じゃあちょっと炭焼きますか。2つ焼きます。これぐらいでいっときます。ちょっと待ち遠しくなってきたんで、とりあえずこれをこの器に入れます。よし、これでいきます。
よし、これで5分間ぐらい蒸らし工程です。あ、でもめっちゃなんかオレンジの香りするな。ちょっと一回吸ってみます。え、ちょっと待って、口の持ってるでかい全然まだや。この皮にオレンジの味はするけど、なんか違う。サムネとかな。なんかでもちょっと味してきたな。こんなもんな。水が甘いかな。なんかもっと爆炎出るイメージだったけど、これは俺の吸い方が下手くそなのかな。というわけで、こんな感じでどんな感じやねんって感じですけど、こんな感じでまたこれ使ってちょっとなんか、まあ、雑談動画でもやろうかなと思うんで、はい、以上でございます。 Thank you watching my video. See you next time. ボー、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ボー。